何も言いません、はい、これ投げてください。いいですか。もう取りましょうか。これは、グラビアスノーマルなんですよ実はそれ、はい、ちょっとボディをテストのためのリールで、はい、グラビアスノーマルに、MC スクエアのダブルベアリング組んでブラックマグネット、はい、もうそのまま上から投げちゃってください。うわうわこれやばいっすね。やばいっすね。ノーマルスプールですか。ノーマルスプールですね。ノーマルスプールでベアリングだけ変え、はい、で一応ブラックマグ入ってます。ブラックマグとベアリング調整バージョン、はい、うわすげえ。もうちょっとしっかり投げてください、はい、うわやべえこれ。バカしちゃった。いや、糸なくなっちゃいました。軽くしか投げてないでしょ。いやまだ全然。ごめんなさい、糸あんまりなくてごめんなさい。いやいや 70% ぐらいの力で、はい、うわすごい。あちょっとなめすみませんなめてました。あのいやベアリングでそこまで変わんのかなとかマグネットでどこそこまで変わんのかなって分かってなかったんで、はい、ちょっと待ってね、はあ、画角変えます。またできるな。できる。すげえ投げやすい。超気持ちいいなこれ。ちょもう一回いいですか。なんか軽い力で結構想像より飛ぶから楽ちんな釣りができます。楽ちんですねこれ、はい、うわーちょっとフルーに糸入れて。楽ちん楽ちんっす。いや俺この色大好き。買えないですけどあのなかなか高級リール。突き抜け取るやつね。すごいやりやすい。これ投げてるだけでキープキャスト終わっちゃう。これも超気持ちいいこれ、うん、これは、はい、ダブルボールベアリングの回転とそれを制御するブラックマグの相乗効果で、はい、さらにその使いやすさがアップデートされたっていう理解でいいんですか、はい、そうですね。あブラックマグの方が強力なマグネット力という単純に言うとそれだけじゃない、はい、いやでもね、別にマグはどっちでもいいとは思います、はい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 、ちなみにブラックマグにすると、はい、普段7台投げは3になっちゃいます。あそれ見てくださいね、マグネットの強さ。あ、ほんと俺普段7なんですよ。いや、まさに、はい、7でいつもやってる。7か8ぐらいでやってて、はい、それでもすげえ飛ぶんですけど、はい、3です今、3、はい、3です。あ、っていうか、出た。はい、出た出たリールシート書いてあります。これ初めて投げました、はい、あこれいい。実は持ちやすいですよこれいい。あおかしくなった。ダーさん壊れた。これいい。壊れた。これはいい。これいい。これいい。これいいですね。壊れた。壊れた釣り子さん。ここのここの、はい、この手が良いです、うん、手が良いです。いや本当ドノフィンなんか今ドノフィン初めて持たせてもらって。そんなとこフューチャーするんじゃないですか。いや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 。どのフィンガーですか。どのフィンガーでもいける。どのフィンガー。いや手が良いです。出た義徳。義徳すごい。リールもすごい。ゴッドスピード。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。いうことだと。うん。ねなんでかなんでかしないけどこのピッチングできちゃう。これで爆発しない。まずバフォメットの名前の由来なんですが、はい、皆さんが見たことあるあの羊の頭の悪魔がバフォメットって言うんですよ。で、あの悪魔はですね、はい、両性具有なわけですよ、はい、で、これは、まあ、ビッグベイトでもカバーゲーム、ラバージングでもやってもらおうっていうので何でもできるヘビーロッドっていうので、はい
ヘビーバーサタイルっていう、ヘビーバーサタイル HV なんですけど、はい、でバフメットっていう名前になってます。はい、あえての特色はまず TCS を選んだ。 TCS、 はい、ここはあの義徳の青木さんデザインのあれではなくて TCS をあえて選んで、はい、これもビッグメイトを想定して、でもこの方がしっかり握れる。あ、はいはい、あとはシェイピングにこだわりまして、はい、ここを急激に落とす、はい、で一時期で僕8プラップにハマってまして、はい、ここからのシュ、さあ皆さん、リベンジ OK ですので、なんとでも力が入るように、はい、はい、っていう特徴です。で、ガイドは、RB6 から始まって、はい、上の KB の4、はい、おめでとうございます、っていうセッティングなんですが、相当強いです。で、一応マックス4オースっていうことになってるんですけども、動画でもあるんですけど、ゴース上から投げれます。ゴース上から行ける、はい、振り抜けちゃう強さがある、はい、ただなぜゴースがあるかというと、実際アクションつけるときに差を重い方がゴースやりやすいです。ちょっと軽すぎて負けるんで4までなんと2連続。そのヘビーバーサタイルにジグザグ採用っていうのは、はい、ワームとかの時でもすんなりいくよっていう。そうなんですよ。で、まあまあ巻き物に感度いるいらない説はあるんですが、はい、例えば同じミノを巻いた時に、はい、同じロッドでジグザグとジグザグない時っていうのが、はい、ミノのこの振動の伝え方が全く違うんですよ、はい、でそういう当たりの取り方なんですが、はい、振動を消えた瞬間に合わせるっていう当たりの取り方もできます。さあ皆さん何でも OK ってことですね。まだまだ多めのもん何でも言ってください。残りあと1時間、関東だとまあヘビキャロとか、はい、あとは霞水池もまあビッグベイトは流行ってるんで、はい、そういうところの首振らせちょんちょんとか、はい、あのとにかくこれ触ったらめっちゃ軽いんで、そうですね、このまんまやっぱ1日やっぱ後半になると肩がもたれてくるといいアクション出せなくなるので、軽さこそ正義なところもあるので、これ本当に軽いですよ。これができるんで、本当にシェイク、高速シェイクです、はい、もう最近ちょっとバレる時間であれなんですけど T1100G 入ってます。あ、はい、あまり言わないようにしてたんですけど、はい、うちのやつも、はい、だから軽くてシャッキリしてて強いっていう独特な、はい、あまりこう素材の分は僕はあまり言うの好きじゃないんで、はい、だからっていう話なんで、やっぱここの偽装で全てを演出していく、ね、職人さんの視点からいくと、はい、まあ、そこは後で調整何とでも作り込めるよっていう、はい、そうですね。辻子さんどうですかね、これ同じ例えば何クラスの竿ぐらいの重さになります、まあ言ってエクストラヘビーぐらいなんですね、あの感じはね。でも軽さは結構、いや軽すぎですよこれ、はい、いや MH、うん、MH クラスの重さ、うん、はい、でもパッとこんなに太くて、そうですね、まあ、これハイテーパー理論で、はい、ハイテーパーにする方が、あの何ですかね、あの手元重心になって軽く感じるんですよね、はいはい、勉強になりました。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。釣り子さんが使う時が来るかも。6月、6月発売です。釣り子 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。リパ魚群探知機だったら岸から水深水を測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。